ははいこんにちはパソケンです今回この動画ではプレビュー版の更新プログラム KB5039302 で報告されている不具合についてご紹介していきます現在報告されている不具合としてはタスクバーが表示されなくなるスタートメニューを開いてもすぐに閉じられてしまう設定を開いて最初に表示されるこのホーム画面の読み込みに時間がかかってしまう。 タスクバー右側にある隠れているインジケーターを表示しますのアイコンが表示されなくなる。更新後再起動を繰り返し正常に起動できなくなる。最後の致命的なこの問題は Windows 上で複数の OS を動作させることができる Hyper-V を利用できる Pro や Enterprise Edition の端末。その他にクラウド p c DevBox など仮想化機能を利用する端末で発生する可能性が高いです。 ホームエディションをお使いのパソコンは制限されていて基本的に Hyper-V は使えないので問題ありませんが VMWare など別の仮想化機能を利用している場合はこの致命的な不具合が発生する可能性があるので注意してください。マイクロソフトはこの問題を認識していて現在は原因を調査中です。また今現在は KB5039302 の展開を一時的に停止しているので、Windows Update の画面からインストールできないようになっています。また、最後の致命的な不具合以外でも、更新後に何らかの不具合が出た場合は、対象の更新プログラムをアンインストールしておきましょう。更新プログラムをアンインストールするには、スタートから設定を開きます。設定画面を開いたら、左側メニューから Windows Update をクリックします。 次に画面右側にある更新の履歴をクリックします。次に画面下にスクロールして更新プログラムをアンインストールするをクリックします。そしてこの画面で対象の KB5039302 の項目右側にあるアンインストールをクリックします。確認画面が出るのでもう一度アンインストールをクリックします。これでアンインストールの処理が開始するので完了するまでしばらく待ちます。 アンインストールが完了したらパソコンを再起動してください。以上が更新プログラム KB5039302 で報告されている不具合となります。この動画を見ていただいて参考になった方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。